ベナスタルです、アミーゴース。どうも、PJLL のパハロンです。YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミーゴース。ポッドキャストで聞いているみんなも、グラシアスアミーゴース。まだ、チャンネル登録してないそこのアミーゴスは、今すぐチャンネル登録して、俺とアミーゴースということでよろしくお願いいたします。はい、まあ何はともあれ、チャンネル登録と高評価、本当にお願いしたいなというふうに思ってますんで、皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今日もやっていきたいと思うんですけれども、本日の動画もノアで、まあ次もノアなんですけど、3.21 の福岡大会ね、前回動画でお伝えしたと思うんですけど、まあ、そこがねビッグマッチなんですよ。ノアのねビッグマッチで、その2日後 3.23、3.24 で後楽園ホール大会があるんですけど、このね2大会がねすごくいいねカードを組んできているので、これはもう関東の民をこれいっとけのやつじゃないかでもちろん現地に行けないみんなはもうレッスルユニバースで見ようぜという話になってくると思いますので、ぜひまあもう何はともあれレッスルユニバースよ、レッスルユニバース入りましょう。月額900円で DDT、 ノア、東京女子プロレス、頑張れプロレス、路上プロレス、ひらがなマッスルとかね、いろんなものが見れるようになっておりますので、非常にお得でございます。まあレッスルユニバース入っとけば間違いないから、お得感は保証するということでね、はい、やっていきたいなと。アプリも最近アプリも出てね、 Chromecast とかでね僕も見てるんですけど、めちゃくちゃ使いやすいんでおすすめです。はい、そんな、3.23、3.24 の後楽園ホール大会ノアのね、まあ、これをねちょっと2回に分けてねそれぞれ、注目カードをお伝えしていこうかなというふうに思っておりますので、まずは 3.23 の Just Fine 2022でございます。こちらですね、会場17時30分、開始が18時30分の後楽園ホール大会ということになっておりますが、なんとですねこちらの 3.23 はレスリーユニバース入ろうぜっていう話をしたばっかりなんですけど、この 3.23 はABEMAで見れますなのではい、レスリーユニバース入らなくても見れちゃうんですよ。オンタイムの方はね見れますよ、ABEMAで無料で。ぜひねもう今のノアをねABEMAでまずは感じてもらって、やべえノア面白いんじゃねえのって思ったらもうぜひ会場に。だけどさっきも言った通り、関東の民はもうね後楽園ホール行って間違いないから、ノアの興行でね外れなし、はい、どんな興行も満足感最高だと思いますので、ぜひ行ってみてください。そんな 3.23 後楽園ホール大会、全試合ではなくてですね、私が注目した対戦カードを振り返ってチェックしていきたいというふうに思います。まずは第4試合のタッグマッチでございます。清宮海斗、早田 VS 小川義成、矢野安高ということでございまして、まあ、一応清宮海斗選手はですね、はい、正規軍扱いですね。矢野安高選手と清宮海斗選手っていうのは一応今のところ正規軍扱いになってます。でこの早田選手と小川義成選手っていうのはスティンガーというユニットなんですけど、そのユニットがね分かれてね同門対決になるわけなんですけど、ノアは結構普通にこういうのがありますし、こんな感じでユニット崩しで対戦カードを組むことがねあります。なので柔軟な対戦カードが組めるので、非常にね面白い対決が見れるということになっておりますが、まあ、最近矢野安高選手はねスティンガーとよくね試合に出てることが多いので、いずれスティンガー入りするのかななんて思いながら見てたりもするんですけど、まあ、で清宮海斗選手、まあ、早田選手、まあ、こう両者ともですね小川義成選手のまあ弟子といって過言ではないと思いますので、弟子なので、まあ、矢野安高選手ももう弟子なんじゃないかなと思うんですけどはい、だからもうザ・小川道場マッチというですね命名しても過言ではないのかなという感じの対戦カードになっておりますが、まあおそらくですけどね、やはりこうしっかりとしたグラウンドの序盤が展開されていくのではないかと。腕取りだったりとか、小川義成選手のテクニックがしっかり見れるような試合が展開されていくんじゃないかということで、非常に楽しみな、はい、タッグマッチとなっております。はい、そして第5試合が6人タッグマッチということで、杉浦隆、鈴木秀樹、田中将人 VS 正木民也、稲葉大輝、稲村良樹ということでございまして、前回の動画かなで熊本大会でね、杉浦選手と田中選手、弾丸ヤンキースが組んで正木民也選手と稲村選手やりますよって。だからもしかしたら、正木民也選手と稲村選手が次ね、杉浦選手に勝ったりすれば次のタッグ行くんじゃないですかって言ってたら、第5試合にね、杉浦隆、鈴木秀樹、現タッグチャンピオンですよ、と田中正人選手。だからやっぱ田中正人選手、もしかしたら本当杉浦軍に入っちゃうんじゃないですかねっていう感じなんですけど、まあ、そこの対戦相手に正木民也選手、稲村良樹選手もいるということで、もしかしたら GHC タッグ選手権試合の前哨戦なのかもしれませんね、こちらね。はいという感じがせんでもないですね。はい、そして、ここはね、壮絶な試合になるかもしれません。はい、なのでね、これABEMAで見れるって最高だと思います。はい、なのでね、ここも絶対チェックしてた方がいいなという試合でございますね。はい、そして第6試合がシングルマッチということで、エイタ VS ヨウヘイでございます。はい、まあ、こちらね、エイタ選手は GHC ジュニアのシングルチャンピオン、ね、ペロス・デルマーロ・デ・ハポンでございます。で、元ペロス・デルマーロ・デ・ハポン現正規軍の傭兵選手は、福岡大会でどうなるか分かりませんけれども、ジュニアタッグのチャンピオンでございます。もしかしたらここでこのシングルが組まれているということで、もしかしたらなんですけど、傭兵選手福岡で防衛するかもしれませんね。福岡で防衛した上でシングルもやらせろよみたいな名乗りを上げる可能性っていうのがね、出てくるのかななんて思ったりもせんでもないですね。ゆえにここでシングルマッチ、これまた前哨戦なのではないか説もうね、対戦カードだけ見てたらもう好き勝手言えるからねまああれなんですけどねはい、だけどねえ、いた傭兵でシングル、例えばエイタ選手ってなかなかノアでシングルってないんですけど、まあ、原田選手とやった、まあ、小川選手とシングルありましたけど、原田選手とやった後、に挑戦表明してベルトを奪ったという経緯がありますから、ここでエイタ傭兵、まあ、そのペロスの裏切りどうのこうのみたいなね、追放されたどうのこうのみたいなところの因縁から生まれるただのシングルマッチかもしれないですけれども、いやー、ここは妄想しどころでございますね。はい、そして第7試合が8人タッグマッチということで、藤田和幸、丸氏直道、小峠敦、覇王 VS 剣王曽山学、大原はじめ仁王という形になっております。ここもねまた面白いんですけど、藤田和幸選手は一応杉浦軍です。杉浦軍だけど、まあ、福岡でどうなるか分かりませんけど、杉浦軍だけど GHC のチャンピオンね。で、丸藤直道選手はエムズアライアンスだったけど、まあ、エムズアライアンス活動休止ということで、まあ、おそらくフリーポジションみたいな感じだと思いますね。で、小峠敦選手、覇王選手は正規軍というポジションになります。はい、で対する剣王、曽山学、大原はじめ仁王なんですけど、ここは、混合というねグループなんですけど、まあ、そのこれもね、さっきのエイタ傭兵みたいな感じであれなんですけど、わざわざね藤田和幸選手がねここにいるんですよね。で、体格に、まあ、剣王、曽山学、大原はじめ仁王というポジションでいるんですよね。はい、これつまりですねまた勝手な妄想なんですけど、これつまりですね、藤田和幸防衛からの次の挑戦者剣王なのではないかというね流れがねいや、分からんですけどね、剣王なのじゃないか、藤田剣王、藤田曽谷っていう線もなくはないですけど、そうですね、藤田健王っぽい気がまあせんでもないですね。まあ、福岡の混合戦において曽谷選手がですね、もしね、勝利を自ら勝ち取るようなことがあれば、挑戦者として名乗りを上げてもおかしくない流れは出来上がると思うんで、まあ、いずれにせよ拳王選手か曽谷選手が藤田選手に挑戦するという流れが出来上がってるんじゃないかなみたいな、故にその前哨戦がここに入ってきてるんじゃないかななんつって妄想もできるっていうことで、夢広がりますね。そして第8試合がメインイベントシングルマッチということで、中島克彦 VS 塩崎豪でございますもう何回やんのよみたいな、もう何回やっても面白くていいんだけどみたいな感じなんですよね。で、まあここでね、まあ、元日武道館でもこの中島克彦塩崎豪っていうのはやってるわけですよ。で、克彦選手が勝ってるわけですけど、はい。で、塩崎豪選手は、まあ、復帰してから結果が出なかったということで、試練の4番勝負ノアを、ね、最前線で引っ張ってきた男たちとシングルを組んでくれと自ら直訴して、杉浦隆、丸藤直道、拳王、田中将人、この4人とシングルをしたわけですよ。で、全敗、ね、したわけです。で、先日曽谷選手とシングルやってようやく勝利で、福岡で望月選手とシングルやるんですけど、これもまあ僕の予想では勝つんじゃないかと思ってるわけですね。勝つで、ガンガンと上がってきてる。で、そのタイミングでですよ、今度中島勝彦とやるわけですよ、シングル。これは匂いますねもうこれは匂うと思うんですよ。俺はね、これはもう皆さんもお分かりかと思うんですけれども、中島克彦塩崎豪といえば、はい、まあ同年デビューのね同期だったりとかね、ライバルとか、いろんなね、位置づけ答えが皆さんの中にもあるかと思うんですけど、まあ、もう一つの答えとしてはアクシスというですねタッグチームがね、この2人の、強みっていうか、まあ超人気タッグチームだったわけですよ。だからここでね、またその1月元日にやった中島克彦と塩崎豪がここでまたぶつかる意味っていうのは、まあそういうことなんじゃないですかと。これもう多くの方がね、これ期待と妄想とがすごく入り混じった感じで、はい、思ってらっしゃると思うんですよ。で、僕もそう思ってます。つまりアクシス復活なんじゃないかというね予想が立つわけですよね。そしたらね、アクシスのグッズがねまた出てくるわけですよ。で、僕は残念ながらですね、その以前アクシスを組んでた時のアクシスのグッズかっこいいなと思いながら指を加えて見てた勢なんですよ。その頃まだね、新日とノアと半々ぐらいで見てた時期なんで、どっちかというとまだ新日の方に比重が、ファンとしての比重があった方だったんで、アクシスのグッズかっこいいなと傍らで見ながらね、でもまあちょっと新日の方を応援したい気持ちの方が強いから、新日のグッズね買いたいなっていうのをずっとやってたんですよね。だからね、アクシスのグッズね僕持ってないんですよ。だけど、もし復活してまたねフォトザライブさんがね、はい、作ってくれるんじゃないかななんて思ってるんで、そしたら買いますよアクシスのグッズ買いますよ。下手すりゃアクシスマスクとか作りますよいや、もうほんとね、だからちょっとね僕は期待してますね。ワンチャンあるんじゃないかなっつって、まあ、みんなも期待してると思いますけど、これワンチャンあるんじゃないかと。なんでここにこの中島克彦対塩崎豪を持ってくるんだとね。まあすごく簡単、塩崎豪選手は別にね今 GHC チャンピオンから陥落したわけじゃないけど、まあ、何もね、ノーベルト状態で、中島克彦選手も GHC チャンピオン奪われてしまってノーベルト状態、そんな2人がここでシングルするんですよ。いや、もうこれはね、これまあでもその勝ち星のやり取り的な見方からすると、まあゴーさんがこれ勝つと思うんですよね。で、まあその中島克彦と塩崎豪選手っていうのは、そのお互いねタッグからタッグを離れるときに、まあ、中島克彦選手がゴーさん、あんた俺を必要としてねえだろという言葉を放ったわけなんですけれども。だからその答えを塩崎豪選手がリング上のマイク締めで言うんじゃないですか。中島克彦、俺にはお前が必要だっつっていや妄想が過ぎるけどいやあるんじゃねえのっつって、そんなし、いやまあこれほんと妄想よ、妄想だけど、そんな瞬間をね、あなたね、まあ僕はちょっと地方民だからあれだけどね、もう関東民のあなた、まあもしかしたらその瞬間を一体どこで見たいですかっていう話なんですよ。まあもちろんわかる、コロナがあるからね、いろいろね、出ていけないと、そういうのも気持ちももちろんわかる。なのでそういう方はもう仕方がないです。それはもうABEMA見ましょう。ABEMA見ちゃいましょう。だけどいけるけどどうしようかなって思っているそこのあなた、はい、もしそんなことがあったらですよ、これあるわけじゃないよ俺の勝手な妄想で言ってるだけだからね、これあるわけじゃないけど、もしそんなことがあったらあなたそれどこで見たいですかっていう話ですね。はい、いやーね、妄想だから俺勝手に妄想して言ってるだけだけど、ただのシングルマッチをね、ここにぶち込んでくるのかっていうことなんですよ。はい。だからね、まあ何故ここに中島和彦志崎豪がシングルマッチがメインイベントにやってきているのかというのを考えるとね、そういう僕の妄想にたどり着くというですね、ことなんでございますので、まあ、ぜひとも皆さんね、このね 3.23 水曜平日だけど、いや満足度高い興行になる可能性ありますよ。ぜひねチェックして行ってみてくださいね。はい、ということで、こういうね、ノアの情報、東京女子プロレスの情報を発信しているパハロンでございますけれども、まあ、僕のことも応援したいなという皆さんなんですけど、まあ、そういう皆さんはぜひとも概要欄見ていただければ分かるんですけれども、月次300円のスパチャ価格でメンバー募集やってます。はい、で来月4月からがメンバー募集1周年記念みたいな感じで、ちょっとねプレゼント企画なんかも考えてるので、まあ、ぜひねメンバーに入って僕のことを応援していただければななんていうふうにはまあ思ったりしております。はい、でツイッターもあるんでね、あれだったらツイッターでねいろいろ話してもいいのかななんて思ったりもしますし、はい、もう一つの YouTube チャンネルちょっとね更新ちょっとしてないですけどね、そっちの方もはいありますんで、ぜひチャンネル登録していただければななんていうふうに思っておりますんで、よろしくお願いいたします。ということで皆さん 3.23 後楽園楽しみだね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。セニョスアミーゴスホーミーズクソ野郎ども、俺たちは PJLL だ。